こんばんは。まあ、かなり早いんじゃないか。66歳でここまで淡くのは。めちゃくちゃ早いことで有名、軍師ミノル。よし、今日もルーレットルールでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これは有利だろう。にゃ、なにゃ、ふぅ、猫は好きか。お、シピー、お前前線イベントなかったんだけど、ようやく来たか。うわ、気持ち悪い。首から出てるのがはっきり見える。そんな引かねえでくれよ。今時人体改造なんて珍しくないだろ。お前、改造のセンスがおかしいだろ。つって俺みたいな珍しいか。別に俺も好きでこんな中途半端な格好してるわけじゃねえしな。終わったら猫になりてえだけさ。その水術途中なんだよ。もしかして最終的にそのお前の顔が猫に置き換わるのか。あ、本物の猫と一旦こう首をくっつけて、あ、猫になる前にグロシアになっちまったけどな。ま、人間やめたもん同士よろしく頼むぜ。ま、シピアそこそこ頼りになるだろう。問題は相方、茂道とかやめてな。乙女か、強いな。ね、シピ乙女はなかなか有能だろう。で、しかもユリコとかいねえ。チートキャラがいなくなってる。人間と家が使えないのが弱い。で、これさ、ルール的にもさ、バグいねえのにさ、強人いてさ、強くない？ 11 人中3人だぞ、だってクノシア。お、真っ先にシピが出たぞ。え、エンジニア、私は調整していないはずです。どうしたのこと。え、これさ、これ何？俺も出たらこれ人狼2人と、エンジニア。人狼2人エンジニアも可能なのか。あ、待って、強人も出た。やべ、4人やりて！ 4 人エンジニアやりて！ 4 エンジニアやっていいっすか？やめとくか。で、今度やろ。エンジニア系に群がったものだね。俺を言わせてもらうよ、君たち。これでグノーシアを絞り込めるからさ。いや、これもし乙女もさ、出たら俺も出たよ。5、エンジニア5人で。セスと仲、ジラと仲悪い。ラッキョウさんが怪しい。確かに、もうこれあれだよ。敵はエンジニア、味方はエンジニアの中にしかいないから、もう強人だとしても、まあ、強人味方が微妙だけど。とりあえずラッキョウに同調しとくか。いや、コメット早く切らないと、コメット人間だと家を使ってきそうで怖え。コメットさ、あのスキル持ってるのが怖すぎる。ラッキーを疑っている。もうこれはほっとこう。うん。まあ、確かに、ラッキーを最初に、ラッキーってロジックタイプだからさ、なんかあれだよね。後々怖いタイプだよね。どちらかというと、万世タイプで、コメットがもう、早熟タイプだろ。いや、今のうちに積んでおく。留守番シャーメン。あ、お前、切れなくなったじゃねえかよー。どうすんだ、これ。お前、もうなんで今す、おい、ば、お前、もうだ、でも留守番言われたら切れないのに何や、え、もうなんかもう流れでやっちゃう、流れでやっちゃう、え、じゃいこ、なんかもうなんかみんなバグってるからいいよ、もういけ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 。なんか、いいや、いっちゃいよ。そうなら行こう、止まれねえ。いや、俺だけおかしくなってる！やべ！なんでだよ、さ、そりゃさ、でもコメントはラッキー。ごめん、ちょ、みんなが怪しいって言うから、みんなが怪しいって言うから言っちゃったけど、俺流れてちょっとおバカさんなんです、ただの。で、みんながだって入れるって言うから、ずーっと最初からす、いや、でもまあ。まあ、さっきの投票おかしいよなって突かれたらやべえ。これは狩りだな。うん、勘違いしてねえか。俺たちは人間を狩るわけじゃねえさ。俺たちグノーシアなんてただの獲物だ。考えてみろ。俺たちは消せるのなんて一度にたった一人だぜ。な、ユーチャーのことやってるうち人間俺たちを狩り立ってる。母人類敵だとよ。そんな大した代物でもねえのにさ。やれ、お互いにしんどいところだよな。それ、どうやって生き残ったもんだろうな。コメットをやる手間が省けたな、でもこれは。
ラキオかシャーメイだけど、これラキオ、いや、さっきの投票でラキオ押しまくって、俺も入れた上でラキオ釣るとちょっとヘイト上がりそうだな。説言っとくか。よし。説はこれ、商店主だったらいいな。報告。ステラは人間。ミノルは人間。ありがとう。しげみちは人間。SQ を信じてるぜ。SQ と結ばれた。相棒が。俺はステラと仲がいい。シピは SQ を騙して利用するつもりのようだ。じゃあ SQ 釣らない方向で行きてえな。ってなると、ジナ一択なんだけど。ラキオとシャーメン釣れないからジナ一択なんだよな。しげみちが怪しい。しげみち行っとくか。しげみちじゃ問題ない、行くぞ。あ、でも待って、俺しげみちに後ろ出されてる。まあ、でも関係ねえか、あんまり。やばい、シピに来て、お前ちょっと。しげみち怪しくないだろ。あ、シピ、あ、シピに後ろ出されてるんだ、間違えた。そう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 。あ、しげみち、しげみち、しげみちだな、これしげみちだな。よし、みんなしげみち疑っている。今日はしげみちになりそう。おい、しげみち！これがしげみちだったらウケる。でもなんかもうこの状態ってさ、これ、3、4、5、6、8人中3人人狼1人狂人っていう超有利展開だぞ。それでエンジニア1人取れる。うん、狂人か、しげみち。まあ、どっちでもいいな。うん、どうした？あ、SQ のことか。あ、うまくいくわ。五分五分だったけどな。SQ の手組めたら正直ありがてえぜ。騙しちまって SQ には悪いけどよ。生き残るためには疲れ間使っていかねえとな。協力しよう覚え。これはでかい。しかも可愛げ15ある。協力しようが選べた。ラキオかシャーメンやりてえな。ここでどっちか選ぶか。ラキオ言っとくか。行ってくれ！よし！これはめちゃめちゃ有利になったぞ。これはでかい。白角を落とせた。SQ がグノーシアじゃない。SQ がグノーシアじゃない。SQ が茂道以外からグノーシアじゃないと言われている。相当白くなったな。え、マジで SQ 攻めるのか、乙女。大丈夫か、それ。SQ を攻めるっていうことは、ステラとシピ両方を疑ってるってことだぞ。二人を敵に回してるぞ。それでこれやめよう、ちょっと。悪い、ジナすまん。ジナ行くしかないでしょ、これ。ジナが怪しい。ステラは信用できない。確かにステラは信用できないな。あ、マジで、お前弁護するのむちゃくちゃだな。あ、いいぞ、シャーメン。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。あ、ステラだ！うおー！ CG や勝ち取ったか、シビー！勝ち取っただろ、これ。お前ね。いや、ペイコする。乙女はおかしくないだろ。で、ステラ、お前、乙女だ。いや、これステラでいいだろ。あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし、よし、よし、よし。どっちでもいい、どっちでもいい。俺に入れてくるジナでもいいし、俺に入れてくるジナを消し飛ばすでもいいし、新エンジニアを勝ち取れるステラでもいい。どっちでもいい。これは来た。だからここはもう隠れる。俺はもう隠れる。ヘイトをあげない。で、これ勝ち確か、もしかして。これさ、同票になって両方凍らせないっていうのが最悪の展開か。
やばい、これ、ちょ、わかんなかった。ステラ D だろ。まあ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 。待って。3、4、5、6。あ、やべ、これ6人になってる。あ、これ勝ちか。俺含めて1、2、3、4、5、6人になって3人中なら勝ちだよね。え、すっげえヌルゲーだったんだけど、めちゃくちゃやっぱり強いな。シーピと音でバレねえから強え。ジナと組んだら最悪だろうな。生き延びたらお互い。どうでね、じゃあ、カグラゴに放り込んでおいたんだ。あ、別に寺名前してねえ、うなしみはねえから。だからユリコさんとコメットが即落ちした時点でもう、気づけないだろうな。あ、別に手玉はしねえよ。女趣味はねえからな。ああ、これでゆっくり眠れるってもんだ。生きて食って寝れば極楽だ。ああ、そうばねえか。え、別にその、グノーシアじゃなくないじゃん。え、なんかさ、乙女とシピってすげえグノーシアになっても平和主義者そう。節上院、ラキオ、シゲイチ、シエンジでやる。俺さ、シゲイチが狂人だと思ってたんですけど、なんであんな全員から疑われてたんだろう。説と情報を交換しました。今回の説は上院です。そう、人狼みんな68周目なんだ。お、来た。これはイベントが進むな。だんだんと分かってきた頃じゃない。私たちが置いていかれている状況について。初期状況としてグノーシア汚染者が複数、終了状況は活動中の上院及び汚染者の数、そして終了状況が満たされると私たちは強制的にループさせられる。だからやはり重要な因子はグノーシア。グノーシア因子欲しい。自分がグノーシア汚染されたループでは確信してるんだ。人間を消してグノースの元に送り出す必要があるとね。だけど結局分かってはいない。グノースって何？なぜ人間を求める？消えた人間はどこへ行く？この国にはどうして必ず汚染者が存在するの？ああ、私たちは未だ何も知らない。知りたいですか？ユリコ。グノーシアとは何か、グノースとは何か、なぜここにグノーシアが存在するのか。本当に知りたいのですか？ああ、知っているならば教えてほしい。さあ、ならば一つ余興いたしましょう。この身を破壊させるがいい。グノースちゃんに侵されたこの身を。え、ユリコグノーシア使用した。な、ユリコはグノーシア戦車なの？ええ。だけどどうして私たちにそんなことを言ったでしょう。これは余興だと。お前たち二人が見事この身を破壊させたならば教えてあげましょう。お前たち求める答えを。わかった。え、俺と、え、待って、隠しの二人に CEO するってめちゃくちゃナメプされてるんだけど。人狼ミノル、やろう。ユリコとコールド、ユリコをコールドスリープさせるんだ。頑張ろう。冗談を言う。いや、ちょっとね、頑張るぞ。一緒に頑張ろう。冗談を言うって何？今までのループになかったから。ジロミと一緒ならきっとできるから、さあ一緒に行こう。いや、これグノーシア1じゃないよね。3だよね。グノーシア1ユリコだったら面白いのに。え、これもしかしてラスボス戦じゃねえだろうな。ストーリーの最終幕とかじゃない？いや、このターンに強行動を取るぞ。人間だと言え！私は人間。あ、人間だけど。まがいものに嘘を言われされたいんだ。そういう非論理的な言い方は感心しないな。まあ僕は人間だから別に構わないけどね。私は人間で、さあ次は誰？来たー！やめさせる！これは怪しくない？スカと一つ土をつけた。一つ土をつけたぞ。で、雑談をすると。ダメしようよ！船の食い物はヘルシーすぎんだな。体悪いもん食いてえな。ハンブッシュスポルトみたいな。ハンブッシュスポルトってわかるんだけどな、そういうの。くそー。何でだろう、食うしか想像する料理がわかる。あれはボルシチ、ボルシチ違いない。わかるんだよ。体に悪いもんがうめえんだよ。でも体に悪いもんがうまいって思い込んでるけど、実は体に悪いものと思い込んでるものは体に悪くないと思う。なぜならば、俺たちは食べたいって思う。食べたいって思うってことは体が欲してるってこと、これ何度も言ってるけどさ。実はさ、
俺たちは逆張りしてるだけであって、もう体に悪いものばっか食うべきなんじゃないだろうか。生のお魚とか体に悪すぎるだろ。食べ食へのこだわりを話し合った。ユリコやべえぞ。ユリコ怪しいぞ。それで満足ですか。シャーメンは宇宙人っぽくないか。そんなこと忘れちゃう。エレクトしねって、もっとあるんだ、お前。へい、かまん。うやむやにするって何この能力。強そうだな、それ。俺、ドクターなんだよな。あ、それ、エンジン明かすの忘れてた。あ、くそ、お前、ドクター。シャーメンはどっちかまがいものだよ。嘘だろ、つぼつられんのお前、弱えな。なんだよ、私を釣られるものならね、ふふみたいな感じだったのに、そこ釣られてる。お見事。私たちの勝ちだ、約束より教えてもらうよ。できれば絶対釣れないよ、ユリコは全然釣れないよーで、最後に俺とセツとユリコだけが残って、よっしゃーセツと抜け残ったって終わりだユリコって力を合わせてユリコを打ち取る感じが良かったのに。ウノちゃんについて教えてほしい。ユリコを知ってることをできる限り。いいでしょう、ならばまずお前たちに問おう。ウノちゃんは人間を消すのはなぜだと思いますか。いや、ここはね、なんか人間を救うためみたいな感じ、なんか実はそうなんだろう。でもとりあえず俺は無知だから。もちろん。それは人間が憎いからだろ、憎いから消すんだろ。まさしく人間的な、そう、人間的なやつ、憎悪な、ありません。グノーシャあるのは、そう、使命感。人間をこの物質宇宙の首引きから解き放ち、より良い世界、グノーズの元に送り出そうと、けなげに頑張っているんです。なるほど。なんだって？触れられたものはビジョンを見る。え、シュルクじゃん。ビジョン！え、じゃあシュルクってグノーシアだったのか。それは強烈な脳を変質させるほどの風、神を声を聞くと、シュルクグノーシアだったのか。そう、グノーシアとは、殉教者なのです。グノーシアよりも典型を得て人間を救うために自らに命を捧げる者ども。異星体グノース、人類の敵？教えてグノースは何者なんだ？ユリコは知ってるんだろう。ええ。まもなく空間転移をいたします。乗員の皆様は。俺は残念でしたね。時間切れのようです。待って、ユリコ、話を。コードセーブしなければなりませんか？お前たちが決めたことでしょうに。くっ。ここまでは哀れね。さあ、一つ助言を与えてあげましょう。グノースが何者なのか、この身は知っている。では、なぜ知っているのでしょうね。それを考えてみるがいい。どういうこと？ユリコは知っている理由だって。え、これ、自分がグノーシアだって理解しているってこと？グノーシアになった人が。そういうこと？話は終わりです。去りなさい。やっと井戸口を掴んだと思ったんだけどね。落ち込んでいても仕方ない。一歩、いや半歩からあまりには進んだんだから。それにイルクはまだ情報を持っていることが確かなんだ。人道ミノルも機会があればまたイルクに接触してみてほしい。イベントが進んだ、ちゃんと。シルクがさ、グノーシアだっていうヒントをくれた気がする。ラキオ。ふん、人道ミノルね。仕方ないが、宣伝口もさほどないし、とりあえず君にしておくとしよう。はあ、よかったね、ジオミノ。君は幸運ではこの僕と手を組めるんだから。ラーケと組むか。だけど伝えた。当たり前だろ、何を言ってるんだよ、君は。まあ、今後は僕の判断 に沿って動きなよ。僕が示した相手を疑い票を入れるだけ、はあ、これなら君にもできるだろう。やめろ！シルク！シルクはグノーシアじゃなかったということか。なんということだ。シルク忘れないよ。ユリコがグノーシアだ。あ、これすげえわかるぞ、俺。いや、俺、そんな出なくたってわかってたのに、そんな出なくたってわかるんだが。ユリコはグノーシアだって確定してるからな、俺ももう。待って、これってなんかいるっけ？バズいねえのか？じゃあもう、ただ、単純にグノーシアだ。ちょっと俺の口からあんまり言いたくねえな。誰かちょっと見たに、コメントあったり見てないかな、今ので。クルシカとラブリーしたい。クルシカとラブリー、ラブリーしたい。ラブリーしましょう。うおー
クククたまりませんな。ホッシですな。エンジニア、エンジニア王国1のみシャーメンしろ。うわそれはそうだよ。うおーコメットナイスー。シームじゃ怪しいよね。ククルシカは弁護、シームじゃ信用できない。おおラッキーよ。お前もシミジを信じる状況じゃない。いいぞ。これはシジミジだな。はい。ところとして雑談をすると、シミジャージ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 よ。で雑談をする。シャワーの中に誰かの視線を感じるんだけど、怖いぜに気持ち悪くてね。なんだって？誰だラキを覗いてるやつは。いや俺はのぞ。確かになんかどっちがついてるのかがちょっとどっちなんだって見てるかもしれない。いやまあ俺見るよ多分ラキオシャービスったら。ちょっと見るよ、変わってるところあるもんな。こいつ男なの女なのみたいな。レイさんいつもオニオビンのステーキを詰めてくるの。人面青って知ってるか、か大側から体に抜け出してくるやつ。人面そうか、あるのよこれが俺の腹んとこに。見たけど見せてるやつベッドでな。なんであいつが新ドクターなのか、なんでシャーメイが新ドクターなんだよ。見たんだろコメット。これは茂道に入れてない人物である。ラッキーオカククルシカ、くー悔しい。俺のことを信じてもらえなかったのが悔しいな。まあ、ラキはククルシカに入れたのは、ククルシカが茂道を擁護してたからっていうポイントで入れた可能性あるね。ククルシカはちょっとよくわからない。ククルシカって感情で動きまくるからな。好きなやつに入れるには嫌いなやつに入れるっていう、サイコパス女なんだよ。ちょ、せつのとこ行こう。パートナーだし。住民のことは信用してるよ。あ、いや、もし住民が怪我としても、お前何言ってんだよ、俺と、隠しろ同士だろ、俺たちは。俺は大丈夫だよ！よし、ジナだ。まあ、あまり、よしって言っちゃいけないけど。ジナ、クイコセス行こうぜ。クイコセス行こう。しげみちわくのうじゃ、まあ、そうだな。それは正しい。ああ、そっか、エンジニアやられてんのか。エンジニア来たかったけどな。これはでも、ククルシカだと思うんですよね。今のことだけど、シャーメンはドクター確定したね。なんで？なんでだ？ああ、ジナ白だしカマレだからか。ああ、確定だ。さすがロジックだ。この俺が天下晴れてドクター様っつうだけ、ラッキーお前結構使えるやつじゃん。説は白だよ。考えるまでもない。住民の判定しないと僕は足です。当たり前だろ、お前。コメットすってやべえな。ロジックがねえからこういうこと言うんだ。白確定にさ、怪しいって言っちゃう。今の発言のせいでコメット怪しまれてるじゃん。もう、だって、コメットはただおバカさなだけなんだって。コメット怪しくないよ。ただのバカだからねって、ラキオも理解してる。じゃあ、俺はここで一本ぶっ放すか、ここで行くぞ。やべえ、ちょっと噛まれる。おー、隠れる、ストレスするぞ。なんで俺なんだよ、ちょっとやめてくれよ。はい、ラキオが、助けてくれ、ほら。気づかないから、住民の疑惑見てるぞ。これ流れ自体が作為的だろう。さすが、ラキオキュン。気にしない、おい、なんだよ、シャーメン、お前。実は今日はいいやつなのか？なんでなんでだよ、やべえ、大丈夫だよ。あ、隠しろだろうが、俺バカか、マジで。おかしいだろ。俺隠しろなのに何言ってんだ、お前ら。マジ、無駄な時間を過ごされた、マジで。マジで無駄すぎるだろ、お前らのその話。
俺白だろうが。え、俺に入れるやついないよね。福祉家だろ。え、留守番じゃないの俺。あぶね、なんで俺も隠しの俺に入れるんだ。あ、てか、福祉家はいいけどさ、SQ 入れてる。これ SQ の、SQ の可能性あるな。大丈夫かこれ。よし、昨日かけたよ。なんて言ってると思ったかい。はあ、僕やるんだ、勝利なら当然の帰結だろう。フィナセイズ生き延びたことなら喜んでおけば、もっとこんなところで消える奴なんて、もともとその程度の奴だってことだけどね。言いたいことわかるよ、結果論だって。そうさ、所詮人間の価値なら結果で測るしかないのさ。僕は生き延びて勝利した。これは結果だ。僕の価値だ。知ってたかい、僕の生まれたグリーゼ移動船内では価値の低い人間は、一山いくらのものは、一山いくらのもの扱いされるんだ。ああ、様々な意味でね。グリーズでもここでも結局やることは変わらないのさ。僕は僕の価値を証明し続けるむざむざ消されたまるもんか。でもラキオが白だって決め、なんかラキオに白だって言われて信用された時のラキオ超頼りになったな。あ、留守番じゃねえ、ほんとだ。ごめん、ガチャしたわ。どっかで、あー、しげみちって確かさ、何もかもし、なんか、死んでたよね、前の、この、演技力、ゼロに近い。これ、カリスマとステルス以外何もないんだ、本当に。演技力ないやつ。ジナとか。ジナの演技力とか可愛げが少ないところ好き。可愛いだろ！納得いかないな。ユリコより可愛いだろ！可愛げ、S級より可愛げあるだろ！しげみちと同じぐらいだぞ、これ、マジで。しげみちと同じぐらいの可愛さだぞ。圧倒的にセスラン可愛い、コメントラン可愛い、クルシカ可愛げマックス。可愛くねえだろ。乙女は可愛いな。お前のどこに可愛げが存在してるんだ。お前のどこに可愛げが存在してるの。やだもう、ちょっと。いや、ラキオが好きだっていう女子が、もうこれさ、もう女がさ、ラキオ好きっていう女はまだいいよ。シャーベイが好き、シャーベイ好きっていう女がいたとしたら俺はもうマジでもうブロックするわ。シャーベイのストーリーを見たら実は、いや、待って、シャーベイにワンチャンあるかもしれない。シャーベイのワンチャンはこれもし、俺実は女なんだだろ。いや、ワンチャン、僕は女なんです！もしそうなったらさ、俺確かに、えってなるけど、これ、ククルシカとシゲミチあまり強くねえから楽勝だったな。このループが終わることなんて本当にあるのだろうか。